こんにちは。今日のニュースです。先日の安倍首相とイマギョン首相との会談は10分の予定でしたが、結果として20分の会話でした。両国の関係も修復に向かってるのかな？なんて単純に思ってた私はびっくりしました。その内容とは？20分でも食い違いが見えますよ。最後までご覧いただけたら嬉しいです。約束？私たちも遵守してます。イマギョン首相が24日安倍晋三首相と会ってムンジェイン大統領の親書を手渡し会談を行った。両首相は会談で、両国は重要な隣国として厳しい状況をこのまま放置してはいけないとし、問題解決の意向を確認した。北朝鮮問題と関連して韓日米の協力が重要だということでも認識を共にした。昨年10月の大法院最高裁の元徴用工判決後、政府関係者が会ったのは今回が初めて。会談で李首相は両国関係の冷え込みを早期に打開するために両国の外交当局間対話を含む様々な意思疎通と交流を促進しようと呼びかけた。安倍氏は国と国との約束は守らなければならないという従来の立場を明らかにしながらも、問題解決に向けた外交当局間のコミュニケーションを続けていくことを強調した。これに対して李首相は1965年の韓日基本関係条約と請求権協定を尊重して遵守してきた。今後もそうすると釘を刺し、これまで両国関係の基盤である1965年の協定を否定しようとしているという日本の疑念を払拭した。日本側は今回の会談を面談ではなく会談と発表するなど、両国間の対話の糸口をつかむことには成功したと見える。記事は以上です。やはり両国の溝は大きいですね。日本側としては1965年の基本条約と請求権協定で完全に解決したという条約のことを約束と言ってるのですが、李首相は遵守してますという発言でした。遵守してる人がなぜ請求をしてくるのかということなんですが、ご理解いただいてないようですね。安倍首相もはっきり言うしかないのかな？どうしてこんなに伝わらないのかな？いわゆる徴用工の方々分もお支払い済みですし、条約に対する認識が違うので会話が成り立たないというか、国民性の問題でしょうか？困ったもんですね。お手上げです。今日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。